ウォーターフォード軍区はアメリカ合衆国ミシガン州ーローアー半島の南東部オークランド軍の軍区である。ある程度の自治権を付与されたチャーター軍区の形態をとっている。オークランド軍の地理的重心に位置している。軍区が同時に国勢調査指定地域を横切る場所まで進み続けた。彼らは現在のウォーターフォードビレッジとなる場所に入植した。川の北岸に アルフィウス・ウィリアムズがウォーターフォード・ビレッジでは初の家屋を建設した。アーチボルド・フィリップスはアンダーソン・ビル道路がリキシー・ハイウェイと交差する場所の南の角の対面に自分の家を建てた。ウィリアムズ家とフィリップス家がクリントン側がサギノートレールと交差する場所に最初のダムを建設し最初の製材所を建てた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍区の全面積は35.3平方マイルであり、この内陸地は31.3平方マイル、水域は4.0平方マイルで、水域率は11.33%である。ウォーターフォード軍区には下記34の湖がある。ミシガン州南東部の他地域と同様、ウォーターフォード軍区は大陸性気候にある。標高がデトロイトより高く、それゆえに、 デトロイト市やその他近くの都市よりも幾分涼しい。冬はやや寒く、時折降雪がある。春は暖かい日があれば涼しい夜もある。夏は下市80度台から下市90度台まで変化して1年の中では最も暑く、通常は湿度も高い。夏は降水量が最も多い季節でもある。近年下市100度を超える日が毎年数日ある。 秋の始まりは暖かいが、11月下旬になると気温が氷点をやっと上回るところまで落ちる。南東ミシガン行政委員会の2012年報告書によると、ウォーターフォード軍区の人口は72,166人となっていた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウォーターフォード軍区にオークランド軍国際空港がある。この空港は、 地方コミューター便の運航会社である、レイクショアエクスプレスのハブ空港であり、ロア半島北部のペルストンとシカゴミッドウェイ国際空港に定期便を運航している。オークランド軍サービスセンターの西キャンパスがウォーターフォード軍区内にある。この中には、オークランド軍行政ビルと会議場と子供のための軍の共生センターである、オークランド軍子供の村が入っている。 子供の村は、ウォーターフォード教育学区の支援施設の一つとして、機能している。ウォーターフォード教育学区が軍区内公立学校の大半を運営し、ポンティアック教育学区が残りの小さな部分を管轄している。1961年、ケタリング高校が、1969年には、モット高校が開校した。ケタリング高校は、ケッタリングドライブ2800にある。 2012年、オルタナティブ学校である、デュラント高校が、カスレーク道路北501に開校した。上記3高校の名前は、自動車産業の開拓者から得られている。すなわち、チャールズ・ケタリング、チャールズ・エス・モット、ウィリアム・シー・デュラントの3人である。アワー・レディ・オブザ・レ・ックス高校は、1960年に開校した私立カトリック系高校であり、 リキシーハイウェイ5495、ウォーターフォードビレッジのすぐ南にある。1957年、ジョン・ディ・ピアース・ジュニア高校が、ハッチェリー道路5145に開校した。スティーブン・スティー・メイソン・ジュニア高校は1965年に、ウェスト・オルトン・大通り3835に開校した。どちらのジュニア高校も当初は7年生から9年生を、 教えていたが、現在は6年生から8年生を教える、中学校になっている。アワーレディオブザレイクスの中学校もある。2015年から2016年の教育年度で、ウォーター,ホード教育学区には小学校が9校ある。すなわち、ウィリアム・ボーモント、トマス・エム・クーリー、ドネルソン、ヒルズ、デイビッド・グレイソン、ローライス・ハビランド、ダグラス・ホートン、ウィリアム・エス、クヌードセン、 リバーサイド、ヘンリー・アール・スクール・クラフトの各小学校である。アワー・レディ・オブ・ザ・レイクスは小学校も運営している。ウォーター・フォード・軍区には、オークランド・コミュニティ・カレッジ・ハイランド・レイクス・キャンパスがある。1965年から運営されており、クーリー・レイク道路7350にある。オークランド軍を対象にする、中間教育学区である、オークランド教育学区が、 ウォーターフォード軍区にその事務所を置いている。ウォーターフォード軍区公共図書館が軍区住民に向けたサービスを行っている。ハッチェリー道路に近いクレセントレーク道路の外れ、シビックセンタードライブ5168にある。ウォーターフォード軍区は独自の警察署と消防署を運営している。ウォーターフォード警察署は1953年に創設された。 シビックセンタードライブ5150にあり、軍区役場やシビックセンター複合施設に入る第51地区裁判所に近い。通常は警官65人を雇用している。ウォーターフォード地域消防署は144人を雇用している。ミシガン州では4番目に大きな消防署である。隣接するポンティアック市とレイクアンジェラス市にも消防。 救急医療の派遣サービスを行っている。ありがとうございます。